はい、ご覧いただいているのは、たくさんの牛乳パックで作った椅子です。どんな仕組みになっているかといいますと、裏を見るとよくわかります。これ一つが一本の牛乳パックです。四角い牛乳パックを切り開いて三角柱を作り、それを4つ組み合わせて大きな三角柱が作ってあります。これをギュッと縛って三角柱を作り、それを6つ組み合わせてこうぐるっとガムテープで巻いてあります。ご覧の通りデコボコしていますので、このままでは座り心地が悪いので、座る面にはあり合わせの段ボールが貼ってあります。これはビールの段ボール、こちらはたまたまあったアマゾンの箱の段ボールを利用しています。椅子のつもりで作ったんですが、ちっちゃな子どもたちは椅子として使ったり、あるいは飛び石のように置いてこうぴょんぴょん飛び跳ねて遊んだりして、かなり有効に使っています。今回またパックがたまったので、次はちょっと四角い形のこういった椅子を作っていこうと思っています。はい、今回使うのが、このパックです。同じものが28個たまりました。これは牛乳パックではなくて、ご覧の通り、アイスコーヒーのパックです。そのためですね、口がついていまして、これですね、これは作る際に邪魔になるので切り取らないといけません。で、切り取ったものがこれですね。こんな感じで切り取って使っていきます。はい、椅子の耐荷重を増やすために、パック一つ一つにこういった補強材を入れていきます。段ボールを切っただけのものです。これを中に入れて、こうですね。で、蓋を閉じるような感じでこれをテープで留めていきます。これで一つ完成ですね。全部で28個、これを28個作ります。はい、アイスコーヒーのパック28個を合体しました。どうやって合体したかといいますと、 1,2,3,4,5,6,7 つをテープでがっちり留めて、それを4組作りました。その4組を接着してあります。この後、今まではここに段ボールを貼ってたんですが、段ボールでは強度的に弱いので、MDF 板を用意しました。これですね、もうすでにぴったり、サイズにカットしてあります。厚さは9ミリで、角は、トリマーで落としてあります。これを上と下に接着していきます。接着に使うのは、超強力のこの接着剤です。はい、先に接着をしたここの、底に当たる部分の、接着剤がおおむね乾いたので、続いてこちらの上の部分、ここにも、板を貼っていきます。
はい、この後ここに、重しをかけて、まあ、ほぼ1日置いておくと完成です。はい、上の板と下の板を止めてある接着剤が乾き、完成をしました。椅子ということで作ったんですが、天面が平らですのでちょっとしたテーブル代わりにもなりますし、厚さ9ミリの板が張ってありますので非常に丈夫なため、踏み台にも乗ります、なります、もちろん大人が乗っても、びくともしません。